母さんが暖房をつけてくれた。神様、母様。ちょっと牛乳とか、あと福井県はカニが給食で出てくるんよ。ヒュー、お金持ち、価値。給食は、え、何があった、え、レバーでできてたよ。レバーでできてなかったですか。広島牡蠣は出るんじゃけど、牡蠣って小学生あんまり好きじゃないよ。あんまり好きじゃないっていうか、なんか苦手意識、おお、苦手意識っていうか、なんか結構なんかやっぱり癖が最初強い。大人の人はなんかめっちゃ美味しいみたいになって、私も一昨年ぐらいにめっちゃ美味しい、これは食べて正解とか思ったけど、今までめっちゃ苦手で、なんかじゃけ牡蠣ドーンじゃなくて、なんかあカレーの中に牡蠣が入ってたみたいな、軍カレー、軍艦カレーみたいなやつの中にカレー、牡蠣が入ってた、しれっと牡蠣が入ってたみたいな感じ。あとデザートでイチゴとか出とった、めっちゃ思い出した。ちりめんご飯なかった、ジャムパン、あ、ジャムあった。私ジャム本当に苦手で、ジャムめっちゃ嫌いだったんですよ。あのマーマレードとかブルーベリーとか、あ、普通にいちごジャムとかあったんですけど、ジャム苦手だったんですよね。今はね普通に食べれるんですけど、その時はどうしても食べれんかったんよ、ジャムが。なんか酸っぱいというか、なんか無理やり甘いというか、なんかめっちゃ苦手だったよね。今食べろって言われたら食べるけど、別にあの自分からジャムをつけて食べようとは思うんけど、でも食べろって言われたら食べるしみたいな感じで、その時はほんま苦手だった。うん、何のジャムでも苦手だった。食べ過ぎ嫌いもあったかもしれん。マーマレードと同じなん？マーマレードってなんなん？マーマレードって何だったっけ？こんばんは。あ、オレンジの皮？マーマレードだけは NG。 え、みんなマーマレード苦手じゃん。誰考えたの？マーマレード NG。 みんなマーマレード、え、給食で出とったよ、出とった。チキンマーマレード知ってる？マーマレードボール、あ、マーマレードボーリーボーイ、いや分からん。マーマレードボーイって、あ、ちょっと苦味があるんや。そう、あとパンご飯でしょ。あ、なんかあの酢飯、酢飯が出たことがあって、季節のなんかそのやっぱりなんか小学校ってなんかこうその日の特別と、なんかその日のなんか今日は何の日っていうのを大事にするじゃないですか。なんかじゃけあのなんかそのお祝い事する時とか、おひなさんの時はなんか鏡餅風のゼリーが出たり、あ、そう、手巻き寿司、あ、そう、でっかい海苔と
の海苔が用意されて、あのあと酢飯とあと具が用意されてて、それをなんか自分で作るんだけどうまく作れなくて、結局単体で食べちゃうってあった。あんまり好きじゃなかったけど、小さい時ってあんま好きじゃないくないですか、酢飯。みんなの給食の思い出は？え、なんか絶対なんかあれよね、あのおかわりで食べてくれる役の人おったよね、残しちゃいけんって。給食の話なんか楽しくない？なんかこうみんなが共通して経験してきたことの話って楽しい。米は出なかった。お米めっちゃ出たんだけど、リンゴが3個分の体重って何のことか分かる？分からん。食パン、あのコッペパンってのは黒糖パンとか分かる？黒いパン、黒い甘いパン。キティちゃん、キティちゃんの体重なんや。リンゴ3個分しかないの？めっちゃ軽い。黒糖パンってなんか今食べたら美味しいだろうな。食べたい。今小学校の時の食べ物一番何食べたいかってやったらね、いや何で食べたいけど、ミートスパゲッティはもうめっちゃ美味しかった。あとかきたま汁、かきたま汁もめっちゃ美味しかった。なんかあのそのめっちゃ美味しいかきたま汁だけはほんまにめちゃくちゃ好きだったんですよ。だけはっていうか、かきたま汁ほんまに好きだったんですよ。あのかきたま汁が本当に大好きで、あのかきたま汁は本当に大何回やそれぐらい好きだったんだけど、あのたくあんが嫌いだったんですよね。あ、なんか独特なあの癖のある系の味だと思ってて、自分は今はたくあんめっちゃ好きなんですよ。たくあんほんまに大好きで、なんかちょっとなんかしかもめっちゃ切り刻んだたくあんでめっちゃ量が多く感じてたんですよ。でだからそのめっちゃ嫌いなものをめっちゃ好きなものと合わせるっていうすごい行為に出て、そのたくあんをかきたま汁の中に入れて飲み込んでたの。あんまり好きじゃないから、それでかきたま汁に救われてたって話。
いや残しちゃいけんけんね。小学校の先生って給食食べるじゃないですか。私は食べたい。小学校の先生になれば食べれる。給食を出すお店がある。マジ。普通に給食を出してくれるお店。どこにあるの？すごいね。給食レストラン？何それ。いいね。学校の机で食べられる。マジ？いいね。楽しそう。大人になったら忘れちゃうのかな。そうだ時には思い出してみよう。あるお仕事でクレヨンしんちゃんのモノマネをしたんですよ。また告知するけ聞いてくださいね。したらすごい似てるって言われた。声質がなんか似てるんかな。そういうお仕事で披露したの初めてなんですよ。したらなんかすごい空気が固まっ、なんか今までカープのモノマネしてきたけど、カープのモノマネ何十回と 何十回もしてきたけど、クレヨンしんちゃんの方が受けが良かった。真似しなくても、真似しなくてもそれっぽい。それめっちゃ言われるんだけど、あ、こういう声出る時に、え、無理。そうなんですよ。じゃあちょっと私が喋らんと思っていくよ。おい、俺はしんのすけだぞ。これ私だっけ。なんか顔見んかったらさ、どう。ガチで見とった。いや、いつもと変わらんって。見てる。嬉しい。もう一度。え、そう言われたね。嬉しい。いきます。おい、俺はしんのすけだぞ。ドキがむねむね。いや、マジで無理。似とる。似とる。なんか声質が似とるって何だけど。誰誰誰。
りたくて、これを極めていくわ今年。安定感ある、いや分からん。いやでも普通に喋ってる時になんか言われることもあるんですよね。嬉しいけど、嬉しいけど、嬉しい、嬉しいよ、嬉しいんかな、嬉しい、嬉しいよね。これでもなんかほんまに何の変哲もなく、何のモノマネも意識してなく喋った言葉がクレヨンしーちゃんって言われたことがあって、ちょっと飲み物飲むね。ずっとしんちゃんの声で、え、どう、何がしんちゃんの、あのセリフがしんちゃんで言いやすいかもしれん。しんちゃんってどんな感じだっけ。お、おい、あのさ、お、ずーど、ドラえもん。ちょっとアニメ変わってきてるけど、でもなんかモノマネとかの自主練ってこんな感じですよね。こうこんな感じでずっとこう、どう、かいここはかじゃま、うん、でもなんかもっと鼻詰まってる感じするんですよね。ドキがむねむね。でんでで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 。ここぐらいの、これでずっと喋り続けたらいい。アニメのしんちゃんが言わん言葉？アニメのしんちゃんが言いた、言わん言葉？なんだろう。アニメのしんちゃんが言わんことはなんだろう。アニメのしんちゃんってなんかでもほんまヒーローじゃないですか。正味なんでも言いそう。オラの推しはカイココアだぞ。絶対はアニメのしーちゃん絶対は。私がしんちゃんをメロメロにしちゃいます。え、もうでも日常会話もしんちゃんボイスでできるように練習しとくわ。一回ね、あのしんちゃんの映画見ながらしんちゃんが喋った言葉に、あ、
言葉の後を同じ言葉を自分で喋るみたいなことしたことあるんですよ。その時はなんかねできるんですけど、こう難しい。また練習しとくわ。オラしんのすけだぞはさ、発音もちょっと おえいさん納豆にネギ入れたい。モノマネ待って、今急にねふと思い出したことがある。思い出してていうか謎に思ったことがある。なんか大根ってなんか辛くなるよね。大根おろしって辛くなりません？大根って辛い？辛くない大根おろしにある？大根おろしってある？辛くない大根おろしって、いや唐突に出した。いやこういうことってよくあるんですよ。急にパッて違うことが思い浮かぶ。あ、体にいいんじゃ、すり方で。そうなんじゃ。場所？部位が違うんだ。そういうことか。そういうこと。ああ。違うことパッと思い浮かんじゃう。いや、めっちゃあるあるなんだけど。あ、でもなんか私最近になってめっちゃなんか辛いものがね食べれるようになったんですよね。あの今まで、あ、でも辛いものを食べた時にめっちゃ口の中痛くなるじゃないですか。あれがめっちゃ好きとかじゃないけど、なんか辛いものが無性に食べたくなる時もある。急に、わかる？売ってね、嬉しい。辛い何が、しんちゃんの声今の、え、似とった？え、無理。いや、あれは素でかい、ここは。え、ガチで似てない。いや、でえ、嘘。え、しんちゃんの真似してた自分よ。やばい、無意識だ。無意識の核じゃ今。鬼滅の刃みたいになってる。え、素だった。え、わざとだと思った？やめて、無理。もう何してないけ、うん、いや、違います。
しんちゃんの呼吸全集中息で、私シロみたいな、あの、なんて言ったらいいんだろう、犬と人間がなんかコミュニケーションめっちゃ取れてる感じの関係のあの動物飼う、あの飼うっていうか一緒に住むときは、動物と住むときはね、そういう関係になりたい。みんな犬とか猫とかペット飼ってる人いますか？ペット飼う？動物と一緒に住んでる人いますか？住んでない人の方が少ないかな。猫さん、チワワ、猫、犬、ウサギ、インコ、ワンコ、ネズミ、ネズミと一緒に住んだ。ミニチュアダックスの猫3匹。え、いいなぁ。あ、メダカ。いいね。金魚、いいね。小さいクモ。いや、なんか、実は私もそれは、いそうだけど。あげげげ。クワガタ買ったけど去年なくなった。虫、昆虫もね。え、でも飼ってみたい。もし犬とか一緒に住むんだったらめっちゃ大きい犬がいい。あの、もう自分が体をよっかかっても犬が倒れんぐらい大きい犬がいい。わあ、叩かれたわ。なんかありがとう、ギフト。ゴールデンレトリバーってどれぐらい大きいんじゃろ。セントバーナード、ありがとう。わあ、それぐらい。散歩で傷られそう。大きい猫っておるん？猫って大体なんかあれぐらいの大きさって私の中でイメージがあるんやけどえ、大きい猫もおるん？あ、ライオン？いやいや、無理、食べられる。いや、待って、無理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 、ちょっと怖い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 。福ちゃん、いや、分からん分からん、どういうことどういうことどういうこと。ちょっと、あ、ちょっとまだ脳みそが追いついてないき。あ、態度が大きい猫。あ、猫が人間の生き方怖い。確かに確かにな。でもなんか猿を操れる猿芸師、
猿と一緒になんか芸をする人いるじゃないですか。猿扱いじゃなくて、なんて言ったんだっけ、猿芸師なんだっけ、あれ、ああいうのもいいなって思う。あ、猿回しか。猿回しもうなんか猿回しできる人もうなんかあの猿もいいなと思うんですよね。え、どうなんじゃろ、猿は動物園でおる中で、あ、でも馬とか飼ってみたい。アメリカのドラマって馬とか飼ってません？子供の頃猿に顔引っ掛けられた、やだやだ。あの乃木坂の与田祐希さんはヤギ飼ってるじゃないですか。あんな感じで馬飼いたい。あ、餌代とか高さ、確かに、うん、馬いいかなと思ったけど、子供は最初は面倒見るって言うけど結局母さんが世話すること、あ、確かに。なんか小さい頃はなんかほんまにただ単に飼いたい飼いたいって気持ちでずっとペットショップとかで飼いたいって言うけど、最近はなんか言わんくなった、いつの間にか。馬かわいいけど高そう、確かに。うん、ハムスターは何かちっちゃくて本当に生きとるかわからん。何かハムスターは何か、これは何か、いや、なんかぬいぐるみであるじゃないですか、あのハムスターの何かハムスターサイズの何かそういう系のものって。ぬいぐるみとかであるじゃんか。で、これはこの檻に入って動いているこの生き物は生きてるのかってなんかこう俯瞰でかなんか考えた。考えて思っちゃう、ちっちゃすぎて。やばい、充電がなくなってきた。あ、紐でかくときは確かに。あと 20%。
ピンチです。いや、私キツネに会いたい。キツネに会ってみたい。キツネに会ってみたい。キツネ飼ってる人いる？いそう。機械の音は加湿器が起動し始めました。あ、やばい、水なくなってきた。奇跡が頑張って動いてくれた。でももう待って、かわいい。夏くらいにコンビニ前にいたよ、キツネ。私なんか広島とか山とかに住んでたら、なんか鹿注意とかイノシシ注意とかそういう看板見たことあるけど、なんか動物園以外で動物見たのって、あの宮島の鹿くらいなんですよ。じゃ見てみたい。なんだかんだか狐には触れちゃいけないんだぞ。分かった、触れんとくわ、キツネには。いや触らんよ、しかもしかも触ってせんけど。イノシシ、見たことない。見てみたくはないけど、怖いけど。あ、でもね、タヌキはね一回、いやその時はなんかキャンプに行ってて、あのなんかあの何だっけ、私キャンプに行ってて、あの小さい頃夏休みの半分ぐらいキャンプに行ってたことがあったんですけど、そのキャンプに行ってて、で川で遊んで、なんかその川で遊びすぎて疲れすぎてなんかあのなんかでなんか脱水症状になったんかな、脱水症状になりかけみたいなんで、よし病院に行こうみたいな感じで夜に病院に行こうとしたら、なんかタヌキが出てきたけど、その時私はなんか「うわタヌキだ！」とか言ってる場合じゃなくて、こんな感じで「うわタヌキが！」って車がストップして、タヌキが多分横通ったんですけど、私はそれとかじゃなくてみたいな、もうずっとこういう状態だったっけ、今から病院に行きますっていう時だっけ、みたいな感じで、じゃあ私の中でなんかタヌキに会ったっていう記憶はないんよ。いや今ね、今タヌキに会ったら大興奮よマジで。えタヌキ、タヌキがびっくりするぐらい大きい声出すかもしれない。えタヌキ、車の中から聞こえるぐらいで、タヌキ見つけたら大興奮すると思う。タヌキがびっくりして逃げるから。さ、でもその時は私はもうその時はあの疲れてる状態だったっけ、で
結局なんかそのキャンプの場所から病院に行くまでが長すぎて、その間に元気になったんですよ。なんか水をいっぱい飲んで、だやっぱ結局大水症状だったっけ、いっぱい水分を取ったりしてね。タヌキやってみたいな。タヌキかわいいかね。待って、あのもしクマと遭遇した時の対処法知っとるよ。まずクマを見つけたら、あの何だったっけ、絶対後ろ振り返っちゃいけない。こうじーっと見ながら下がる、下がっていくらしい。こうクマ見つけましたってのはもう絶対動揺せずに、こうやって絶対目を離さずにってらしい。絶対実際に会ってみたらできんくせにね。え、待って待って待って、あのこの携帯あと 20% しかないよ。早くランキング読んで、あのはい、それではランキング読みたいと思います。13位ムーピングさん、12位ネココアさん、11位メガネおばちゃんさん、10位ヘドウキさん、9位ガレオンさん、8位かけひろさん、7位ケブピ H さん、6位タクダさん、5位オウさん、4位ヨウさん、3位ハイケイさん、2位ナッシーさん、1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただき誠にありがとうございます。今日の一日はどうだったでしょうか。一日の終わりにね、私の配信を見て締めくくりの方もいるかもわからんけど、お仕事お疲れ様でした。今日金曜日じゃっけ、明日から 1,2,3,3日間、あのなんだっけ、3日間3連休があるけね、しっかり休んでくださいな。それではここで自己紹介をします。いきます。 STU の中で一番ホットな女の子はココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を、広島県出身17歳のカイココアでした。皆さん配信を見ていただきありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。ぜひカイココアを覚えて帰ってくださいな。ではね、放送終了します。一日お疲れ様でした。放送終了まで5、4、3、2、1、バイバイ。ありがとうございました。おやすみなさい。